き奥義伝授です。まずホットドッグを2つに割ります。さらにパンとソーセージを分解。割ったソーセージをまとめて食べつつパンを水に浸します。そしてパンの水をギュッと絞りつつそれを胃の中へ押し込む。喉つまらねえかそれ。さらに体を揺らしたりジャンプしたりして食べたものを素早く胃に落とす。これにより食べる速度は通常の3倍以上。これぞ非奥義ソロモンメソッド。技名あるの？はい、どうぞ。やらん、死ぬわ。